と本気で最近ね運気が下がってる気がする。神社とか行こうかな。最近神社行ってないからその可能性もありますよね。神社行こう。神社行った方がいい。だるまありがとう。神社行きます。そろそろ、こんばんは。もうとにかく本当にシャーシャーに会いたくなった。シャーシャーに会いたい。何してるかな。マジでマジで会いたいって思ってた。ずっとずっとっていうかもう最後の、今日も悲しいことがあったんだ。だるまじゃない、あれ、ミラボありがとう。音符ありがとう。ハートありがとう。でもなんかほんまにもう本当にここだけの話なんですけど、アンズがいいやつすぎるっていう話ですよね。マジでアンズはね、あのね、いいやつすぎる。お前いいやつって何回も思いました。普段はめっちゃツンデレなんですけど、ツンツンしてくるんですけど、本当に京香が困ってる時はあのもう誰よりも味方してくれるいいやつです。だからこいつってって思いました。なんかね、アンズっていいやつすぎるんよ。マジでいいやつ。みんな知ってると思うけど、アンズはねガチでいいやつ。なんかほんまにちょっと強化にはできないなっていう人です。結婚してちょっと無理ですね。今日はシンプルにもうなんかダチっていうかいい同期っていう人、ほんまにいい人やと思う。マジでいい先輩になるんだろうなみたいな。いい先輩になってたくさんの後輩からなんか憧れられそうな人だなって思う。ガチでいいやつ。変なんですけどね、あの人もなかなか、アンズもなかなか変やけど、まあ、いい子です。年下やで。だってなんかほんまにリーダーとか向いてそうな役職。評価は絶対無理ですね。素敵だよな、なんかそういう人のさピンチな時にさ親身になって話を聞いてくれる人って、なんかしかもマジでいいやつなんですよ。なんかここだけの話なんですけどね。本気でラブレターありがとう。なんかめっちゃ肯定してくれるし、いいやつすぎる。結婚してちょっと無理です。今日はさすがに嫌だ。本気ですごいわって思うな。いいなあマジで。どうしたらいいかな今日かって。いい人かな。今日が別にいい人だなって思わないんですけど、だけどあのね、そんな今日かのことも褒めてくれる。めっちゃネガティブな時でもなんかもう、はぁみたいな、ダメなとこなんてないでしょみたいなってくる。え、お前っていいやつってなる。まあ、そんなほんまにダメなとこある人に向かって、いやお前はここは悪いと思うみたいな言える人はなかなかいないと思うんですけど、アンズは結構ねいつも言ってくれるんですよ。そういう風にいい人だよな本当に。結婚はね無理です。今日は悲しい気持ちだから。まあこれは結構内緒のお話なので言わないでくださいね。切り抜かないでくださいね絶対に。人に寄り添うことができる、そうかな。
レインボースターありがとう。とにかくもうシャーシャーに会いたくなった。もうピンチの時にシャーシャーに会いたくなっちゃったよね。本当に会いたいな。ほんまに会いたい。本当ありがとう。マイクありがとう。難しいよな。マジ絶不調。早く神社行こう。パワースポットが足りてないな。熱田神宮また癒やす。熱田神宮じゃないわ、なんだっけあれ。熱田神宮、熱田神宮と福祉会7部完売。あれちょっと今見てみますね。うっしっし、ほんまや8部ありがとう。まさかの8部か、びっくりした。9部の方がさ少なかったからさ、9部が先いたと思ったら8部でした。ありがとうみんな、お支払い忘れずに。嬉しいです本当に、ありがとう。そんな感じで9部もね残りめちゃ少ないですね。来てくれますか。もう本当に握手会来てね、ありがとう。いいことあった。もう本当に嬉しいです。キューブも残り少なくはあるので待ってますっていうのと、まあその最終日、まあこれが正直アイホロの本当に締めくくりとなるのが9月8日なので、こちらも待ってます。スポットライトを迫って頼りないけど何かできることってって、優しい。じゃあみんなにお願いがあります。一つだけみんなにきょうちゃんから一つだけお願いがあります。なんだと思いますか。はい、じゃあ質問じゃない、クイズ大会です。今日からみんなへのお願い、たった一つのお願い何でしょう。まあこれはお願いすることではないと思うんですけど、今日からのお願いは、きょうちゃんは僕私にとって必要な存在ですって言ってください。そういうことです。結婚ならいつでも。優しい、ありがたい話なのそれ。そういうことですよ。きょうちゃんが必要だなっていうことであれば、そう伝えてくれたらすごく救われるところはありますね。わかんない。
正直わからないんですけど、わからないんですよね。そう、ありがとう。まあそうか、優しい。まあ自分で言わせといてあれなんですけどね、正直まあ自分で言わせといてなんやねんっていう話ですけど、ちゃんとね自分を必要としてくれてる人がいるという事実が分かりました。ありがとうならよかったです。一人でもね、そういう人がいるっていうことが奇跡に近いですよね。深い。絶対必要なメンバー、そんなことないですけど、いいやつ君たちって本当にいいやつなんだよ。なんでそんなにいい人なの。ご飯食べました、お弁当食べました、あのね味噌カツ食べました、あんずちゃんに1個あげました。いいやつだからね、あんずちゃん、あんずちゃんがいいやつだからあげました。わっ、お城ありがとう、マイケルジョー、イエイイエイ、ありがとう。ありがとう、ありがとう、クマ。そう、なんか最近まあみんなも思ってると思うけど暗いんですよね、今日ちゃん。そんなことないけど、結構いろんなことがあっていろんなことを考えながら生きてるんですけど、まあだからといってその感じでいられてもつまんないと思うのでね、ハッピーにいたいなっていう気持ちはあります。そんなに何も考えることないよって感じなんですけどね、まだまだ。でもね、きょうちゃんは常に高みを目指しているから本当にたくさんのことを考えながら実は生きています。本当に僕は高みを目指しています。うわっとか言ってるから四角書く場所間違えたやんけ。まあいいや、じゃん。ハッピーキョッピーになりたいかな、ハッピーキョッピーにしました。マイケルジョーありがとう。毎日見てます、ありがとう、たくさん見てくれてありがとう。本当にない時も魅力だらけ、まあ、意味もなく今日が暗くなることなんてないので、なんか嫌なことがあったんだろうなって思ってくださいははは、ハート音符ありがとう。まあとりあえずね、今日を必要としてくれてる人が、まあ、数人いるということが判明したのでね、本当良かったです。それは本当に良かった、だって今日ちゃん可愛いもんね、センスある、みんな大好き。ちょっと待ってくれ、明日だ、明日あの皆さん今月の生写真パレをねちょっと地味に載せてるんですけど、今日の明日の11時59分までなのでよろしくお願いしますよよろしくお願いしますよ。あずちゃん大好き。
大好きだからね。こいつって本当にいいやつ、可愛いし、いいやつだし、なるほどねって思うよね、マジで。もう本当に困る、ハートありがとう。なのでまあ、きょうちゃんもいいやつになれるように頑張りたいと思います。いいやつなんだけどな、本当に。はあ、240がすごい、すごい、すごいかな。365日。え、でもまさかね、あの強化がここまで配信続けれるとは思ってなかったよな、正直。みんなもそうでしょ、正直。だって普通に、うわ、毎日配信閉じてるね、きょうちゃんって思ったら急に終わったりするには本当にすいませんね、それは。それは本当にすいませんって感じなんですけど。チケットも全然あるので、全然継続できる予定ではいますね。いけると思います。目標は1年続けてみるということですね。今年の目標はショールームしっかり頑張るということと、メールも頑張るということと、なんか買いたいよね、今年の目標。結構真面目、そういうとこ。あとは歌を頑張る。でもなんかボイトレ、まあ、少しずつですけど行くようになってから本気で歌うことがめっちゃ好きになった。まあ、うちボイトレ行って、うん、たまにしか行けてないからそんなうまくはなってないんですけど、でもなんかカラオケもよく行くようになったし結構歌うこと好きなんだなって思いました。結構ね、歌うこと大好きということで、カラオケでもしようかなえ、つなげ方キモ。やっぱね、喋りたいことたくさんあるんですけど、ちょっと上げるためにバレないようにが歌いたかったけど、まあ、ちょっとあんまり歌える自信がないので、ちょっと歌えなかったらちょっと嫌なので、やるかどうかも分かんないから、こういう時に曲をじゃあ歌ってあげます。赤サタ、立ちつ、I'm not afraid to die.
どうしようかな。何いい曲。やばい、暗い曲しか思いつかんて。どうしよう。レインボースター、ありがとう。最近さ、カラオケできてなかったからさ、ちょっとできて嬉しいねんな、昨日と今日やけど。ちょっと思いつかない。結婚はちょっと曲が思いつかないから無理ですね。助けてよ。歌いたい曲ないんよ。なんだろこの悩む時間もったいないよな。夏なんでこんな感じにしたいと思います。知ってる？
いい曲だ本当に。じゃあ最後にしますね。次で普通に好きな曲にします。大好きな歌。
多分みんなが待ってるものがあると思う。これですよ。急に歌いたくなったのでカラオケをしてみました。まあ明日も一日ね頑張っていきましょうということでありがとうございました。今日もみんな今日もありがとう。おやすみなさいだよ。ということでね、ありがとうございました。今日もちょっと寒なってきた。ということでちょっと今日も歌えて楽しかったです。やっぱ歌うこと好きなんですよね最近。んじゃあランキング見ます。13位よしこっこくん、12位ミッキー、11位とりとり、10位エースケ、9位ワッチ、8位え、7位 M、 6位アキラ、5位吉宗、4位ピオリ、3位春、2位上も、1位マイケルでした。ありがとうございました。みんなが必要としてくれるから今日も生きれました。ありがとう。そしてね、あのトーク会と握手会1日目の握手が、あのもう1個がもうすぐで完売しそうなので、まあ、よかったらみんな会いに来てくれたら嬉しいなと思います。とにかくすでに申し込んでくれたみんなは本当にありがとう。おやすみなさい。明日本当にいい日になってほしいなって思います。マジでいい日にならないとおかしい。バイバイ。